ドスコイ星あ、冥王星のことですか。それでは、男女のク別なかったんじゃないあそそ、それもあるかもね。あ、そう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 かもしれない。だから、どすこいだからね、この地球に来たときに、冥王星のスパイとしてね、あの地球に来たときに、ちょっと戸惑ったもんね。なんか、え、なんか男、女って何みたいな。え冥王星はみんな、あの、男とか女ってなんか何もそういうのなくて、あの子孫残したくなったら、口から卵を産むんだけど、みたいな。 別になんか誰かと、なんかね、二人で何かして何かしなきゃいけないとかね。それないんだけど、みたいな。うーって力入れたら、ポコーンってあの妊娠してね。うーってピッコロダイマみたいな。うん、うん、うエ、ん、みたいな。うん、そうやってあの子孫残すんだけどな、みたいな。え、地球は男と女が必要なのみたいな。えーみたいな。え、恋愛しないと、恋愛して、あの結婚っていうか、まあ恋愛しないと、 あの子孫残せなないいのみたいなあだからこんな人口少ないんだって、ね、思いましたもんね。冥王星の人口、はい、皆さん、まあ、あのまだねあの人間は気づいていませんが、ね、<laughs> 人間は冥王、あの人間っていうかあの地球人はね、冥王星に行くまだ行くことできないできないでしょ、まあ、月ですらなんか何人か行ったぐらいでしょ冥王、ね、星はあの人口というか冥王星人はねあの800億人いますから。うん 800億人、うん、だって誰でもあの子孫残せるんだもん。うん、<laughs> どんなにモテない人でもね、どんなに魅力がない人でも魅力がない人あれですけど、あのだからその彼氏、彼女が、ね、できない人でも子孫残せますから、うん、それもどんどん増えますよねな。なんで地球はそんな、人間はそんな恋愛しないといけないみたいな、そんな、あの何,あの何 セッあの何何あ言葉出てこんない,いとこだったのにあ規制じゃなくて制限なんでその制限あんのと思ったもんね、うん、はい久保さん